キリンビールキリンビールの商品一覧キリン一番絞り製ビールキリン一番絞り製ビールとはキリンビールから発売されているビール1990年3月に発売された1980年から1990年まで販売し大失敗に終わったキリンライトビールを教訓に詳細なマーケティングや商品のシリーズ化が行われている単に一番絞りと略されることが多い 2004年に味の変更を行っており、変更直後は、キリン、シン、一番搾り製ビールとも呼んだ。一番搾りとは、ビール業界の用語で、ビール製造時に、原料のもろみの自長だけで自然に流れ出してくる、爆汁のこと。キリン一番搾り製ビールは、この一番搾り、爆汁のみを使用しており、後述する二番搾り、爆汁を使用していない。キリンビールによれば、 これによって渋みが少なくさっぱりとしたビールが製造できるという。一番搾り、爆汁を搾った後に湯をまいて絞搾り出される爆汁を二番搾り、爆汁という。古くから一番搾り、爆汁と二番搾り、爆汁では味に違いがあることは分かっていたが、製造工程上両者を分けることが困難だったため一番搾り、 麦汁のみを使用したビールが製品化されることはなかった。なお、二番絞り、麦汁を原料にしたビールは味が落ちるというわけではなく、一番絞りとは別の風味がある。キリンビールによれば、一番絞りが透過された麦汁のみでさっぱりしているのに対し、二番絞りは表皮のポリフェノールが巻いた湯によって絞られるため、渋みがあるという。ただし、日本国内では、 2番絞りだけを原料に製品化したビールはない。2009年3月に爆が100%のオールモルト製ビールに変更され、アルコール度数がこれまでの5.5%から5%に引き下げられた。また、これに伴いラベルのデザインも一新された。2013年12月中旬から1番絞り、製法をさらに進化させ、うまさ度と飲みやすさ度を同時に、 それぞれ2割向上させるリニューアルが行われた。ラベルも中央のリボン部分にオレンジ色を新たに採用し、外周部の書体や一部表記を変更している。キリンカップサッカー、キリンチャレンジカップにおいては、非イスラム圏の国が優勝した際の副賞品となっており、標準品1年分が授与される。イスラム圏の国が優勝した場合は禁止の宗教戒律により授与されない。 2017年7月フルリニューアル。2026年の酒税一本化により2017年を成長元年とし、2020年を一つのゴールとして中長期戦略が掲げられた。同年7月下旬出荷分から順次切り替えが行われた。これも、また、新一番絞り製ビールと銘打たれた。2020年10月6日には、 国産の純粋なビールのカテゴリーとしては、史上初となる糖質ゼロを実現した、キリン一番絞り糖質ゼロが発売された。中国で生産されている一番絞り。枠が100%に変更される前の大瓶一番絞りは、海外ではキリン一番等の名称で、キリンビールのメインブランドとして、生産、販売されている。また、 一番搾りというブランド名は使用していないが、一番搾り製法によって製造されているビールとしては以下のものがある。一番搾り横浜工場限定醸造。ありがとうございます。